セなると海峡瀬とは1、河川の中で流れが速く水深が浅い場所のことを指す。縁の単義語でもある。2、海流の流れ、潮流、海峡のような場所。通常河川は縁と瀬が交互に並んでいる場合が多い。さらに詳しく分ければ、上流から縁、トロ、平瀬、早瀬の順に並びそれを繰り返す。平瀬とは、 川底にある石が半分程度あるいはほとんど砂に渦漏れ、水面が多少波立つこともあるが、推定まで見通すことができるところを言う。一方で早瀬とは、そこの石が砂利に渦漏れず重なり合い、表面が白く泡立っている場所を言う。校舎の方が、流れは激しいためこの名がある。一般的に上流よりも下流は縁、瀬ともに長くなりその形も異なる。上流では、 滝のように落ち込むこともあり、一つの蛇行区間に複数の縁と瀬がある。一方、中流や下流では一組の瀬と縁しかない場合が多い。この場合、流れが曲がる場所に縁が直線部分に瀬が位置する。下流では泡立たないこともある。縁と瀬がある環境は、川魚にとって欠かせない。瀬には、魚の食料となる水生昆虫や川底に付着する藻類が、 縁に比べかなり多く存在する。よって、食料の供給源を担っている。また、多くの魚に産卵場所を提供している。一方で、縁は身を隠したり、夜間に寝る場所として、重要な役目がある。河川改修により縁がなくなったり、浅くなったりすると、背も消失するか流れが遅くなることが知られている。ありがとうございます。